性格、まあ普通に真面目っていうかストイックなタイプで、でもまあ喋ったら普通っすそんな感じです。逆にどうですか？おいおい、ちょっとチャラそうに見えるんですけど、めちゃくちゃ真面目です。実は真面目？いやまあ普通っす、ね、意外と真面目ですね。オーストラリア戦はそうですね、まあ、まあ一応そんな緊張するタイプじゃないですよね。そうね、まあ一応なんか結果を出したいっていうのはありましたし、まあ自分がゴール決めたいっていうか自分がゴールに絡みたいっていうのはありましたね。ホイッスルが鳴った瞬間っていうのはこう どういう気持ちだったんですか？まあ本当にほっとしたっていうか、まあ、最初苦しいスタートでしたけど、まあ、無事ワールドカップ決めることができて、出場連続記録っていうか連続を途切れないでいけたことが本当に良かったです。あともしかしたらセットプレーとかサインプレーとかそういう時にあとフォーメーション、まあ、サイドと突破してクロス上げる部分だったり、まあ、チャンスメイクの部分で自分の特徴は出ると思いますし、まあ、スピードを生かしたドリブルなどを見てもらえればいいかなと思います。こだわりみたいのってあるんですか？そのドリブルもしくはプレーに関して。シンプルに縦に行けるのが一番チャンスにつながると思うんで、行けるなら縦に行こうっていう意識でいますね。縦に行きたい時にちょっと中に行くフェイントを入れてから縦行くっていうのをありますね。そしてちょっと遅れたところで置き去りにしたいなっていう意識でやってますね。あともしかしたらセットプレーとかサインプレーとかそういう時にあとフォーメーション、まあ普通かなって思ってました。普通じゃないですね。7ゴール3アシストっすいやまあでも薫はウィングバックやってたまあでもそうですね、もうちょいゴール取りたかったですけど、まあ、アシストに関してはやっぱり右サイドで右利きでやってるっていうそのメリットが出たかなと思います。ゴールは10ゴールぐらいしたかったとか。そうですね、10目標にしてたんで10は行きたかったですけど、まあ、その分アシストが伸びたっていう感じですね。他の人よりゴールとアシストのこだわりが一緒だと思います。他の人はゴールの方が取りたいっていう欲があると思いますけど、まあ、自分の場合はアシストも同じぐらい価値があると思ってて、まあ、1点は1点なんで、まあ、そういうところはゴールとアシストは同じぐらいの、感じていますね代表合宿中とかこう普段何して別々でコロナ対策で部屋にいたりするんで、ゲームしてるか寝てるかだと思います。そうですね、正解です。漫画を読むのがリフレッシュ方法の一つ、なんか影響、人生に影響を与える名言があるとかないとかっていうのが、いや書かれてた。それなんかもういろいろな取材で言われるんですけど、勝手に書かれてる、言わされた感はありますめちゃくちゃでもまあ本当に漫画って結構いい言葉あって、いろいろなんかモチベーションになったりそういうのはありますね。配給ですね、まあ、ところで平凡な俺を下を向いている暇はあるのかですよね。かっこいいですよね。いいですね、まあ、本当に世界行ったらまあ平凡っていうか日本の時に考えてたってことですか？なんかもうなんか崖っていうか、なんか壁に当たった時になんかそういうなんか当たってるけど下を向いてる暇ないなっていうか、上を向いて常に挑戦しなきゃいけないなっていう気持ちにそれを見た時になりましたね。ここだけ抜かれるな多分今の使われるな、ここだけ抜かれるな、もうめちゃくちゃ好きみたいなの出ちゃうな。まあでもスキーは好きっすよ。
1試合に1回ゴールかアシストをするっていうのは自分の目標で毎試合やってますし、まあ、相手がどこであれ、仕掛けてチャンス作っていければいいかなと思います。まあ、もちろんワールドカップには出たいと思ってましたし、まあ、まだ決まってないですけど、まあ、やれる自信はあるので、まあ、このまま、コンディション落とさず、やっていってワールドカップでしっかり結果を残したいなと思います。